こんにちは、クリッカーなすねこです。日産が世界に誇るスーパースポーツ GTR 直語に関する情報を入手しました。これはグッドウッドフェスティバルにてイギリスオートカー誌が日産の設計責任者アルフォソン・アルバイザ氏のインタビューにて発覚したものです。それによると GTR 直型は先日公開されたイタルデザインと共同開発した日産 GTR50X イタルデザインからインスパイアされたデザインとなり、世界最速のスーパースポーツを目指し開発を進めると語ったようです。またパワートレインが電動化されることも示唆したとレポートされています。昨年クリッカーが入手した情報とリンクしている部分として、3リットル V 型副気筒ツインターボ R30 エンジンと R ハイブリッドを組み合わせ、最高出力は700馬力超えというパワートレインやバンパーのエアインテーク形状こそ GTR50 と異なりますが、縦に伸びるヘッドライト、ボンネットのエアーバルジはそのデザインを継承している点が挙げられます。開発が順調に進めばワールドプレミアは2020年代に登場、予想価格は2000万円超えも予想されています。